どうもこんにちは、ゆきちかです。今日もええかなやっていきたいと思います。こんな感じで本日は甲子園大会3回戦からやっていきたいと思います。ナイス山部、ナイス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 。これ誰消してくれたの？さすが長いだね。さあプロ野球手になりたての男が赤と豪華しにやってきてくれておりました。ありがとうございます。そんな感じで本日3回戦全力で戦っていきましょう。本日も花粉症がやばいです。本当にさ、毎回言ってるけどさ、やばくない花粉。俺薬飲んでるけどさ、薬が効かんもんね。どうしたらいいんだろうね、この薬が効かない現象。これ誰で行こうかな。誰がいい？荒金で行こうか。大田くんでもあります。いや、このまま行きましょう。試合開始。どうも、始まりました甲子園大会2回戦5日目でございます。もしよろしければチャンネル登録高評価していってください。どうぞよろしくお願いいたします。新しい高校みたいなーという方々、ぜひこちらしていただけたら新しい高校見れると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。始めましょう。そこで抜くシーン、全力で今回も戦ってきます。珍しく今回は1番ですので、ここの演出でもゆっくり見てみましょうか。あ、そうか、流れ固定演出ないんだった。よし、相手の戦力でも見ていきましょう。はい、矢作。はい、なんか前戦ったことない、この子。矢作って見たことある気がするんだけど、とりあえずキャッチャー、肩F で送球 C か、まあ、クイック E だから本当に余裕で走れると思う。割りかし余裕なんじゃないでしょうか。はい、あ、割と桜あれだね、劣化ヤマメみたいな感じだね。あ、ごめんなさい、劣化なんて失礼なこと俺は言わないよ。まあ、ちょっと低くなったヤマメみたいな感じ。うわ、いいね、これを1番。荒金はもう永遠にいい1番になってくれるはず。ナイス、2点取ってる、2点取ってるのは素晴らしすぎる。と出て増川と OK、 田代さんで返した、ナイス。で、今出てるのが宮部、どうだよ、走ってみよう、走ってみる価値はある。 OK、 肩F だからね、行っても全然おかしくはない。手流しで行こう。ここ出ればいいなぐらい。まあセーフティーでもいいんだけど、 OK、 ごめんなさい、セーフティーの方が良かったかもしれない。まあ、ノーヒートドラン、ここまでくるくれた。惜しい、ちょっと鼻かんでくる。3点走りましょう。 OK、 もうまたい。鼻がようやくちょっと鼻かんできたら好調になった。いいね、鼻かんで絶好調で、校長先生の絶好調やっていきましょう。荒金、オッケー、広角を、広角なのか阿部日なのか分かんないけど、やっぱ特能っていいね。なんか何もない人いれば特能ついてた方が強いね。よし、行きましょう。主題歌全力で。何がいいんだろう。先生何がいいんですか。流し打ちで行っときましょう。様子見で流し打ち、オッケー、うますぎた。これ流し打ちワンチャンつくんじゃない？割とそのぐらいのいい当たりだった気がするけど、ここ走って、西山走ってオッケー、走ったかは分かんないけど、多分ヒットなのこれ。ここはですね、もう使っちゃいましょう。いけ、引っ張り7、田代さん行ってもいいんじゃない？オッケー、役にしちゃってもいいんじゃない。いやー、肩がふんわり送球だった。板倉の時代が来た。いけ、昨日に続いた。ゴーンで満塁で、ここで見せつけるか、板倉。えぐすぎるだろ、これは。2日連続でサムネ決定な男でございますね。えぐすぎましたね。やば、本当にやばすぎた。やばすぎた、裏闘技場。本当にやばい。オッケー、荒金も本当にこれ、降格なのか、阿部日なのか分かんないけど、うちのチームがとりあえず強すぎる。板倉がやばすぎる。携帯料金も高すぎる。行きましょう。ここは、セーフティーでいいかな。オッケー、粘ろうか、じゃあ粘ろう。ここ、待ってできます。待って。オッケー、もう1球待ちます。待って、ねば、どうしよう、ここセーフティーできます、セーフティー、選べ、オッケー、うまい、多分これセーフだな。お、魔物働いちゃってる。そういえばね、俺、ジャンプフォースっていうゲームを入れたんですよ、スイッチで。面白い、ジャンプ好きにはマジたまらんって感じのね、ゲームなんですよ。よかったらやってみてください。面白い、なんか必殺技とかめっちゃ出るんだけどさ、
めっちゃやっててね楽しい。なんかジャンプ好きの方はぜひ買ってみてください。あとなんか来週モンハン出るんでしょ。モンハン今までやったことないんですよ俺。モンハンデビューしようかなと思ってて今。モンハンデビューにしてもいいかな。20歳でモンハンデビューと遅くないかな。どうかな。でなんかモンハンって割とさ、ちっちゃい頃からやっててさ、まあ、なんかそれのれなんかモンハンワールドとかワールドでしたっけみたいのもあるじゃないですか。なんか初めてのモンハンデビューで今回いいのかなとか思っててさ、超悩んでるところなんだよね。超本当に悩んでる。そういえば緊急事態宣言に21日に解除されるらしいよ。ようやく解除されるよみんな。まあ、時短が果たして解除されるかどうかは分からないけど、ようやく21日に解除でしょ。今日何日だっけ。今日はね3月18日の木曜日です。皆さんってことはあと3日で解除です。楽しみだね。ようやく解除されるよ。でもただ解除されるからといってコロナが収まったってわけじゃないから油断はしちゃいけないんだろうけど、でもそれでもね、今までずっとこれで制限を設けられたところから解除されるってなると、まあ嬉しいなーってところはあるよね。あ、やべえ、これ行くな、超えるな、切れろ、防御率が2点台に戻ってしまった。残念でございました。 OK、 まあそういう時もある。田代さん、ちょっと懲罰交代級ですよそれ。頑張れ山部、味方の指示を OK。 よし、まずはピッチャー3人衆出してこのまま山部やっていきたいと思います。緩急いけ。いやー、本当に緊急事態宣言が解除されたらどうなるのかってのが楽しみだけどね。また増える可能性はあるでしょ今のこの緩みっぷりを見てると。俺は結局緩まない気がしないんだよね。みんなだって今もうひたすら遊びに行ってるじゃないですかっていう状況を見てるとさ、おそらく緩むんじゃねって、また1000人超えるんじゃないかなと思うんだけど、みんなどう思う。俺はとりあえず全力で気をつけはする本当に。でもたださ、ライブハウスとかなんてさ、今一番最初に取り締まられたところじゃないですか。まあ、それで守ってんのかって言われたら微妙だけどさ、まあ、できるだけ遊びに行かないだとかさ、まあ、俺ら成人式もなくなったし、なんかそういうところだよね。なんかできるだけ気をつけられるところはみんなで気をつけましょうっていう感じでございます。あと10万円の私は給付金が欲しいです。10万円あったらさ、この間ソファー買ったんですよ。ソファーが実質タダになるんですよ。それはちょっとでかくない。ちょっとね、貯金もしたいし10万円欲しいなって。とりあえず板倉の満塁ホームランがマジでお見事すぎました。ありがとうございました。何かつかないかな。徳の何かつかない、つかない、つきませんでした。申し訳ございませんでした。ですね、板倉のパワーが2上がりと当選でございます。いや、パワーヒってマジで強いんだね。2日連続のサムネでございますよ。そんな感じでですね、板倉を5番に本当あげたいなと思うんですけど、とりあえず6番で好き勝手やらせてあげましょう。もう君は次期4番だ。よし、そんな感じでまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。